黒岩ザサは、熱帯の海岸に生える草である。種子散布に特徴がある。黒岩ザサは、単子用植物稲か黒岩ザサ族の多年生草本で、亜熱帯から、熱帯の砂浜に生える、海浜植物である。砂浜を這い回る、背の低い草で、葉の幅が笹のようにやや広いので、死後ザサなどにやや似ている。茎は長く、横に生い、あちこちで枝分かれする。節ごとに葉をつけ、 また根を下ろして地面に密着し、ところどころから立ち上がる茎を出す。この茎は高さ5から10センチメートル位になる。葉には長い幼少があり、柔らかい毛が生えている。その先端の幼心は、長さ2から5センチメートル、鮮やかな緑で扁平化やや抱えるようになり、楕円型で先が尖る。花は立ち上がる茎の先端につく。花女の基部には花女と同じくらいの長さの一つの角があり、 カジョの背中側がこの中に隠れている。カジョは、キブ側に一つのメスコボがあり、それより、先端側に数個のオスコボがつく。コボは、中バツトから顔を出し、オスシベとコボが白く、同じく白いメシベと共に顔を出るのがよく目立ち、なかなか可愛い。ツトは、メバナの受粉後に、それを囲むように先端が内側に向かって大きく曲がり、膨らんだ中空の包みのようになり、 内側の果実を含んだままで基部から脱落する。これは抱え込んだ空気を浮きにして海水に浮くための構造であり、海流による分散のための適応と考えられている。砂浜に特有の海浜植物であり、日本ではトカラ列島以南に分布し、その他旧熱帯地方の海岸線に広く分布している。琉球列島では各島に普通で、浜ヶギな砂笹などの方言名がある。 ハマゴウや、グンバイヒルガオなどと共に見られ、よく広がって、群落を作る。植物性態学の立場からは、沖縄の海岸では、黒い技さすなずる群落というのが認められ、これは、海側のハマニガナハマウ風群落と、内陸側の草とベラ群落の間に出現する。ほぼ同じ位置が、グンバイヒルガオ月池群落や、ハマゴウ群落となる場合もあり、そのどれになるかは、 地域の条件によって異なるらしい。ところがなぜか、原色日本植物図鑑にも、日本の野生植物にも、さらには、日本稲科植物図譜にも掲載してもらっていない、かわいそうな植物である。学名は、インド洋の植物について研究した、フランスの植物学者である、ルイ・マリー・オーベール・デュ・プティ・トゥアールにちなむものである。和名は、沖縄の動植物を研究した、黒岩久しにちなんでいる。 黒岩ザサ族は一族一種の人絵型族である。なお、月池族は、見かけは全然違うが、こぼの基本的な構造、死ゆこと花であること、過剰の基部の都が発達すること、海浜植物であることなど、共通点が多い。いずれも海浜植物としての特殊な適応が目立つが、その方向が全く異なる点は面白いところである。ありがとうございます。